絶対にやってはいけないことながらなぜか起こってしまう嫌がらせ行為。あなたはサッカー史に残るような最悪の嫌がらせ行為を知っていますか？局部を見せつけたり、石や瓶を投げつけるなどヤバすぎる嫌がらせ行為をしてくる人たちがいるんです。早速最悪の嫌がらせ行為を見ていきましょう。クリスティアーノ・ロナウドに卑猥すぎる嫌がらせ。サッカー史上最多得点記録を持っており、メッシと並んで史上最高の選手とも評されるプレイヤー、クリスティアーノ・ロナウド。そんなロナウドに対してあるサポーターが卑猥すぎる嫌がらせを行ったとして話題になりました。事件が起きたのは2016年10月29日に行われたリーガ・エスパニョーラ第10節レアル・マドリード対アラベスの一戦。問題のシーンはマドリーが1点を先制された前半17分のことでした。ギャレス・ベイルが直接フリーキックを狙うと、壁に入っていたアラベスの選手の腕に当たり PK の判定になります。そして同点のチャンスにキッカーを務めたのがロナウド。アラベス戦以前は決定機を外すなどらしくない姿を見せていたロナウドでしたが、この PK ではシュートをきっちりと右隅に決めて同点とします。しかしロナウドが冷静に PK を成功させた裏で、アラベスサポーターが常軌を逸した嫌がらせ行為を行っていました。興奮したゴール裏のサポーターの一人は最初上半身裸でヤジを飛ばしていたのですが、なんと履いていたズボンまで下ろして自らの局部を見せつけていたのです。下品すぎる行動はロナウドが PK を決めた後も続き、ベイルと共にゴールを喜び合ったロナウドの後ろで、今度は複数人のアラベスサポーターがお尻を丸出しにするという嫌がらせを続けました。しかし度重なる幼稚な嫌がらせにロナウドが屈することはなく、この試合でハットトリックを達成。結果で敵地のサポーターを黙らせるあたり、やはりスーパースターですよね。中国、日本に対する悪質な嫌がらせ。4年に一度開催され、アジア大陸の中で代表ナンバーワンチームを決める大会、アジアカップ。アジアカップは1956年から開かれている大会なのですが、この歴史ある大会でも悪質な嫌がらせが起こっていました。最悪の嫌がらせが行われたのは2004年に中国で開催されたアジアカップ2004。中国で開催されたアジアカップで一番の被害者となったのが日本代表でした。日本代表は最終的にグループリーグを含めて6試合を戦いましたが、相手がどこであろうと完全にアウェーな状態。国歌斉唱で君が代が流れ始めると、それをかき消すくらいのブーイングが毎回起こるほどでした。さらには試合会場への移動バスに石や空き缶が投げつけられたなんてこともあったそうです。そんな最悪の嫌がらせ行為がピークに達したのが中国との決勝戦。試合前からもし勝ったら普通には返してくれないだろうなと日本協会の関係者から心配の声があったようですが、その心配が現実のものになってしまいます。決勝では日本代表が3対1で勝利を収め見事優勝。しかし大方の予想通り、決勝後に日本代表のバスは中国サポーターに囲まれ、会場からは全く出られず、さらには瓶や空き缶までもが無数に投げられました。中にはサポーターの暴走に巻き込まれ血まみれになる記者もいたとのこと。サポーターのこういった行動は精一杯戦った選手たちに対して失礼なのでやめてほしいですよね。ボールボーイによる悪質な嫌がらせ。試合でピッチの外に出たボールを拾い、選手にボールを渡す役目のボールボーイ。サッカーの試合はフィールドの外にボールが出てもプレー時間が止まらないため、ボールボーイは試合においてすごく大事な役割となるのですが、そんなボールボーイによる悪質な嫌がらせが多く起きてしまっているんです。まずボールボーイによる悪質な嫌がらせが起きたのが2014年3月2日に行われたアトレティコ・マドリード対レアル・マドリードのマドリードダービー。この試合はアトレティコのホームで行われたこともあり、ボールボーイを担当したのはアトレティコ下部組織の選手たちでした。試合は後半71分、2対1と負けているマドリーが反撃に出ようとする中、アトレティコの選手が右タッチラインにボールを蹴り上げます。そこでマドリーのロナウドが少しでも早くリスタートしようとボールボーイにボールを要求。しかしアトレティコ下部組織のボールボーイたちは知らんぷりをすると、諦めたロナウドが少し離れたボールボーイに近寄ったところで地面にボールが放り投げられました。
ボールボーイとしてやってはいけない行為ですが、スタジアムのサポーターはこれに対し、アトレティコの勝利のためによくやったと大歓声。最終的にこの試合は2対2の引き分けで幕を閉じましたが、試合後にボールボーイの行動が問題視されることになります。ボールボーイが笑っている映像が SNS に流れると、不快極まりないと一斉に批判され、さらにはボールボーイの名前まで大々的に公表されることになってしまいました。その後、脅迫文まで送りつけられたボールボーイは、ダービーで起こったことに関して心から謝罪します。ごめんなさい。僕たちアトレティコのボールボーイは、みんながみんなこのようなことをするわけではありませんと謝罪。かわいそうではありますが、プロの試合を妨害した以上仕方がないことかもしれませんね。次にボールボーイによる悪質な嫌がらせが起こったのは、イングランドリーグカップ準決勝セカンドレグ、スポンジー対チェルシーの一戦。この試合で事件が起きたのは、チェルシーが2点を追う後半78分のことでした。チェルシーのエデン・アザールがボールの処理にもたつくボールボーイに蹴りを入れて一発退場となったのです。試合後にアザールは、彼は更衣室に来て、僕らはすぐに話をした、彼に謝罪したし、彼も謝罪した、もう終わったことだけど申し訳ないと謝罪。しかし、アザールが謝罪をしたことでこの問題は終わったかに思われましたが、後にこのボールボーイはスウォンジー上層部の息子であったことが判明します。さらに試合の数時間前には、ボールボーイが自身のツイッターで、ボールボーイの王様が戻ってきた、これが最後の出場だ、ハッシュタグ時間稼ぎが必要だとつぶやいていたことも明らかになりました。この一連の事件はサッカー界を巻き込んで話題となり、マイケル・オーウェンは、ボールボーイもアザールも両方間違っていた、ただアザールが彼を痛めつけようとしていたとは思わない、ボールをついて取り出そうとしていたはずだとコメント。チェルシーはクラブのツイッター公式アカウントで、フットボールはおかしくなった、アザールはボールを渡そうとしない少年の下にあるボールを蹴り出しただけなのに退場させられたとつぶやきました。クラブを愛する気持ちはわかりますが、妨害行為は良くないですよね。ネイマールがエムバペに嫌がらせ。4年連続でリーグワン得点王に輝き、スター軍団パリサンジェルマンのエースとして活躍し続けているキリアン・エムバペ。2022年5月にはレアルマドリードへの移籍を断り、パリサンジェルマンとの契約延長を発表するなど、パリサンジェルマン愛にあふれるエムバペですが、実は移籍してすぐの頃はネイマールから嫌がらせを受けていると話題になりました。実際に当時のスペイン紙エルパイスによると、ネイマールとエムバペはほとんど話さないとされ、エムバペの父親はネイマールの態度にショックを受けていると報道されています。さらに情報通のジャーナリストディエゴ・トーレス氏は、世界一高額の選手が今季ティーンエイジャーに嫌がらせをしていたと話し、ある試合では前線でパートナーを組んでいたにもかかわらずパスを渡さなかったことも明かしました。また当時パリサンジェルマンに所属していたブラジル代表のダニ・アウベスもロッカールームで、エムバペをアニメティーンエイジミュータント・ニンジャ・タートルズに登場するドナテロに似ているとバカにしていたとのこと。トーレス氏によれば、ピッチでネイマールと話さないこと以外にも、アウベスとネイマールがエムバペの才能をただ足が速いだけと過小評価していたそうです。さらにロシアワールドカップ決勝トーナメント1回戦フランス対アルゼンチン戦の後には、アウベスがドナテロの人形に、ドナテロは速いだろと字幕をつけた写真を SNS に投稿していたことも明らかになっています。現在はネイマールがパリでの幸せはエムバペのおかげというほど仲良しの2人ですが、本当に嫌がらせはあったのか、真相が気になるところですね。いかがでしたでしょうか。嫌がらせ行為をしても誰も幸せにならないので、サポーターやボールボーイはもちろんのこと、選手同士でなんて絶対にやめてほしいですよね。他にも皆さんが知っている最悪の嫌がらせ行為があれば、ぜひコメントで教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。